クレメンス・ビル・ヘルム・ヤーコップ・メッケルは、プロイセン王国及び、ドイツ帝国の軍人。最終階級は少々。明治時代前期に、日本に、兵学教官として赴任し、日本陸軍の軍政のプロイセン化の基礎を築いた。ケルンに生まれる。実家のメッケル家は、ビール醸造家であった。メッケル家は、ドイツ南西部、ラインラントップハルツシュービットブルクイコールプリューム軍。 ビットブルクラントの参観の村メッケルが発祥の地で、当地にやってきたローマ帝国の小部隊の隊長が、死祖であったと伝えられている。1867年に、プロイセン陸軍大学校を卒業した。不仏戦争にも参加し、鉄十字勲章も受賞した。陸軍の近代化を推し進めていた日本政府はドイツに、兵学教官派遣を要請した。 日本からの旅重なる派遣要請に対し、当時フランスが日本に教官を派遣していたことから、ドイツはこれに応じ、陸軍参謀総長のベルンハルト・フォン・モルト家の推薦により、陸軍大学校の兵学教官のメッケル少佐の派遣を決定し、メッケルは1885年3月に来日した。メッケルは戦術の権威であり、ドイツ側の行為は日本にとっては妨害の、 喜びであった。もっとも、本人は、モーゼルワインのないところには行きたくないと、最初難色を示していたという。だが、ヒンデンブルクまでも担ぎ出した陸軍挙げての、説得交渉に、一年で記任できるならばと折れた。ワインの件は、横浜で、モーゼルワインが入手できることを知って、放日を決意したという。日本からの要請は、三年間の派遣だったが、本人には伏せられていた。 日本陸軍はメッケルを陸軍大学校教官に任じ、参謀将校の要請を任せた。メッケル着任前の日本ではフランス式の平成を反としていたが、桂太郎、川上総六、小玉玄太郎らの臨時陸軍制度審査委員会がメッケルを顧問として改革を進め、ドイツ式の平成を導入した。陸軍大学校での教育は徹底しており、彼が教鞭を取った。 最初の一期生で卒業できたのは、登場影響や秋山吉振など、わずか半数の住人という、厳しいものであった。その一方で、兵学講義の聴講を、生徒だけでなく希望する者にも許したので、陸軍大学校長であった小玉をはじめ様々な、階級の軍人が熱心に彼の講義を聴講した。メッケルは、陸軍大学校で、自分がドイツ軍士団を率いれば、 日本軍など楽に撃破できると豪語した。この言葉に学生の一人ネズはじめは反発し、その後の抗議はメッケルとネズの論争の場になってしまった。メッケルは自分は政府命令できているのだ。学生ごときの侮辱は巨山と帰国する勢いであった。仲裁に入った陸軍大学校幹事岡本氷志郎にメッケルは、 ネズのごときは到底文明国の参謀に適せずと述べ、結局ネズはユ出大学となっている。メッケルの合語は学生を鼓舞するもので、民族的偏見によるものではなかったが、帝国主義世界では、新興国であるドイツ人と近代化を急いでいた日本人のプライドがぶつかり合ったのだった。実際、後にネズはメッケルを表して、日本陸軍の恩人都市日清戦争、 日露戦争での勝利の要因にメッケルの指導を挙げている。また小玉玄太郎の才覚を高く評価式にかけており、小玉は必ず将来日本を担う人物となるであろう。彼のような英才がもうに3人あったならば、と評価していた。3年間日本に滞在した後、1888年3月にドイツへ帰国。帰国後はマインズのナッサウフ評。 第二連隊長、参謀本部戦士部長、陸軍大学校教官などを経て1894年に陸軍少将へ昇進し、1895年には参謀本部次長となったが、皇帝ウィルヘルム2世への受けは良くなく、1896年、プロイセン貴族への受赦が却下され、ポーゼン州区ネーゼンの第8府評旅団長に左遷される事例を受けた直後に、遺願退役。 帰国後も自らが育てた日本陸軍の発展に日頃から気を止め、日露戦争開戦時には満州軍総参謀長に任命された小玉宛にメッケル自身が立案した作戦計画を記した手紙や電報を送っている。また欧米の指揮者が日本の敗北を疑わなかった時期に早くから日本軍の勝利を予想、日本陸軍には私が育てた軍人、特に 小玉将軍がいる限り、ロシアに敗れることはない。小玉将軍は必ず満州からロシアを駆逐するであろうと述べたと伝えられている。1906年、ベルリンにて64歳で死去した。退役後に、連隊長時代の部下の元妻と結婚し、日本陸軍から派遣されてくる留学生に、個人授業を行ったほか、音楽に親しみ、オペラも作曲した。メッケルが、 日本の戦略思想に与えた影響について、高山信武は以下のことを挙げている。日本の活躍の場が大陸であるとして、大陸に兵を送った、際の補給のための施策を提案。トカ作専用の修堤を鉄製にすることを提案。最初は日本軍人から冷笑されたが、施策してみて効果がありかえされ、以後鉄製修堤が採用された。軍備。 軍政の改革のため臨時陸軍制度、審査委員会が作られたが、メッケルも顧問として参加し、諮問に応じた。これに基づき、陸軍は不評争点を改正したが、メッケルの影響により、ドイツ式運用を取り入れているところが多かった。メッケルはしばしば参謀演習旅行を計画搭載したが、これは陸軍大学校の伝統行事となった。方位重視、 所詮必勝、平坦の重視、憲兵要請、作戦及び精神力の強調、主導権の確保といった、モルトケ継承の戦略思想を徹底したことで、日本の兵学に大きな影響を与えた。東京・青山の陸軍大学校の校庭には二つの共像があったが、それはメッケルと石田保ものものだったという。来日当時特等で髭面であったため、 学生からは、渋垣親父と、あだ名されていた。プロイセン陸軍では、参謀家は、不評家、公平家、公平家と同じく独立した陛下であった。世界大百科事典、第2版の解説。コトバンク。2018年1月8日閲覧。ABC 情報会男編。高山信武町、続、陸軍大学校不要処防1978年。 ありがとうございます。